民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出航したが、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月20日に出航し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、9
くしくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、26,000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月10日、現在の日本の岸田政権の閣僚である木原防衛大臣は記者会見に臨み、これまで2026年度をめどに実戦配備を行うことを予定していた国産のスタンドオフミサイルについて導入時期を早めることを示唆したよ。スタンドオフミサイルとは、敵の防空網の圏外から発射することが可能な長距離ミサイルのことを指しており、主として近年の対空ミサイルの急激な射程距離の延伸に対抗すべく、導入の早期化が求められているぜ。さて今回はそんな国産長距離攻撃兵器であるスタンドオフミサイルの整備の件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに日本政府は6日前の10月4日にアメリカのオースティン国防長官と協議を行った結果、アメリカ製のスタンドオフミサイルといえるトマホーク巡航ミサイルについて、
当初予定より1年早めた2025年度の導入で合意を得ていたよ。日本はおよそ400発ほどのトマホーク巡航ミサイルをアメリカから調達する計画を進めているんだけど、同ミサイルはおよそ 1600km ほどの射程距離を持ち、主として海上自衛隊の水上戦闘艦へ搭載して運用されるものだね。日本が調達を行うトマホーク巡航ミサイルは、艦隊艦、艦隊地の両用途に使用可能な仕様となっており、飛翔速度こそ亜音速という点は課題ではあるものの、従来の対艦用のハープーン巡航ミサイルなどよりは格段に長射程だな。このトマホーク巡航ミサイルの亜音速という飛翔速度をもって、現在の対空ミサイルの性能に照らしてみれば迎撃が比較的容易であり、有効なスタンドオフミサイルとしては機能しないのではないという批判もたためにするぜ。そうした意見も一理あることは完全には否定はできないけど、こうしたおよそ 1600km ほどの長射程を誇る巡航ミサイルを保有することで、少なくとも敵側はそれらを迎撃するための監視体制や機材を稼働させる必要に迫られるからね。そのような動きを敵側に強いることには大きな意味があり、警戒を怠れば自分の艦艇や地上の設備に、損害が生じる可能性があると思わせることで、実際の攻撃に至らずとも抑止するための体制を取らせる効果が期待されるよ。ただし欲を言えば不幸にして実際の戦闘に突入してしまった場合には、敵の防空網を突破するだけの飽和攻撃が行える。数量のミサイルを投射できればなお良いわけだが、日本が調達を決めているトマホーク巡航ミサイルの400発では心もとないよな。その意味でもスタンドオフミサイルの数量自体をある程度揃えるためには、やはり国産化を推進しておく必要があり、今回、木原防衛大臣が記者会見で示唆した国産のスタンドオフミサイルの配備の前倒しは現状では必須と思われるぜ。このところ主として南部戦線での膠着状態が懸念されているロシア・ウクライナ戦争においても、これまでにウクライナ側に西側諸国から供与された中で最も長射程な兵器はイギリスからのストームシャドウで、かなり効果的な戦果を上げているように見えるよね。ストームシャドウは航空機に搭載して運用される形式の空対地巡航ミサイルであるが、輸出仕様の最大射程距離はおよそ 250km ほどと言われており、それでもこれまでの供与兵器の中では最大の長距離兵器と目されているんだ。このストームシャドウも飛翔速度は亜音速であり、いわゆるステルス性を完備したものではないが、これまでの運用状況から見ると、ロシア側の防空網はその迎撃に成功したと見られるケースはなく、非常に高い精度で攻撃を成功させている可能性が高いよ。こうした実際の戦争での直近の実例を鑑みても、亜音速の巡航ミサイルであってもある程度の防空網を備えた、ロシア軍に対しても効果的であることは明白となっており、この点は日本にとっても朗報だと思われるよな。さてそれでは日本が国産化を当初の予定よりも1年の前倒しを検討しているスタンドオフミサイルが、具体的に何を指すのかといえば、12式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾、潜水艦に搭載する誘導弾が主だろうね。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、現時点で陸上自衛隊が配備を行っている12式地対艦誘導弾の改良型であり、現行のオリジナルの最大射程距離はおよそ 200km 弱と、残念ながら長射程と言える性能ではないんだ。しかしロシア・ウクライナ戦争でのストームシャドウの有用性を見れば、最大射程距離が、およそ 250km ほどとされる同ミサイルであってもその価値に疑いの余地はないため、現行の12式地対艦誘導弾も一定の価値は担保されると思うよ。この12式地対艦誘導弾の改良型である能力向上型は、まず射程距離をおよそ 900km ほどに延伸することが明かされており、最終的にはさらにおよそ 1500km ほどにまで延伸される予定であり、飛躍的な向上が見込まれているんだ。12式地対艦誘導弾の能力向上型は、名称こそ改良型を思わせるが、ミサイル本体はステルス性能を加味したほとんど、オリジナルとは別物と言える形に進化しており、南西諸島の防衛も九州本土から物理的な対応を可能とするものとなるな。またオリジナルの12式地対艦誘導弾が、
装輪式の車両によって運用させる地上発射型のみであることに比して、能力向上型では航空機に搭載する型式や、艦艇に搭載する型式への拡張が打ち出されており、多様な発射母体が想定されているぜ。これによって運用は陸海空3自衛隊の部隊の全てをカバーすることとなり、より多層的な防衛体制の構築を可能とすると考えられ、もともと対艦攻撃用途の兵器ではあるけど、対地攻撃用途にも使用可能な汎用性も実現する予定だね。次に当初防衛用の高速滑空弾だけど、こちらは飛翔速度が音速を超過すると目されており、現時点ではまず射程距離 500km ほどのものとなると想定されており、南西諸島の防衛に向けた地対地兵装の要と位置づけられているんだ。当初防衛用の高速滑空弾は、1-2式地対艦誘導弾頭と異なり、兵器としての分類上からは弾道弾タイプの極超音速滑空対 HGV であり、かつての敵基地攻撃能力、現在の日本政府の言う反撃能力を具現化したものとなるだろうな。この当初防衛用の高速滑空弾も2030年代を目標に、最大射程処理をおよそ 3000km ほどにまで、延伸する計画が打ち出されており、対地攻撃用途に加えて、こちらにも対艦攻撃用途も可能とする改良型も視野に入れているとされるぜ。また潜水艦に搭載する誘導弾については、現行の海上自衛隊の潜水艦すべての標準装備である 533mm、魚雷発射艦6門から運用可能なのものを想定しているとみられ、同様の仕様であるアメリカ製のハープーン対艦巡航ミサイルを代替することになるってわけだ。この潜水艦に搭載する誘導弾も、1-2式地対艦誘導弾の能力向上型とミサイル本体を共用化できればベストだと思われるが、前述したようにステルス性能を紙仕様型化させているため、533mm 魚雷発射艦からのそのままの形での運用は困難と目されるよ。そのため、533mm 魚雷発射艦での運用に対応した別バージョンが専用に開発される運びとなることが想定され、最新型のハープーン巡航ミサイルのブロック2と同様にやはり対艦対地攻撃の両用途に対応した形となるのだろうね。海上自衛隊では VLS 垂直発射艦を搭載する実験艦の建造を行うこともすでに決定されているが、現状22隻体制を確立した潜水艦隊の主兵装である533mm 魚雷発射艦を有効活用する意味でも、新型誘導弾の実用化が並行して行われると考えられるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業はオーストラリアのシドニーで開催された海洋防衛総合イベント、INDOPACIFIC2023 において、新型水上戦闘艦 FFMAAW の模型展示を行ったよ。この艦は海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言っても良いよな。そうだね。さて今回はこの海外売り込み用新型 FFM 派生型について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチパーパスカラー M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているんだ。最上型は当初、22隻の建造が計画されていたんだけど、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定していて、FFMAAW というのは新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言っても良いだろうね。FFMAAW は洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、最上型を踏襲していたみたい。しかし、最上型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、
また全長も133メートルから約142メートルへと巨大化していたぜ。ちなみに駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦ムラサメ型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンで、新型護衛艦は艦種こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をもう上回る大型艦であることがわかるな。新型護衛艦の推進方式は最上型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用する CODAG を採用しているため、最大速度は最上型と同じく時速30ノット以上約 56km 毎時になると見られているらしい。搭載する兵装は62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射塔2機、324メートル3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置マーク、41VLS で、この構成に関しても最上型を踏襲しているよ。しかし、その中でもセルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射塔を兼ねた保管容器の数だけが、最上型の16セルから32セルへとバージョンアップされていたんだ。マーク 41VLS は中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるんだけど、海上自衛隊はセル数が少量である最上型の VLS にはミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていないみたい。そもそも FFMAAW の AAW はアンティエアウォーフェア、すなわち対空戦を意味しており、FFMAAW と新型護衛艦は VLS のセル数を増やして中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、最上型と比較しても大幅に対空戦能力を強化することができるぜ。冒頭でも述べたように防衛省は最上型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画していて、要するに防衛省は最上型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしているわけだ。最上型は1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースはさらに速く、2024年度からの5年間で12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には2隻の建造費1747億円が計上されていて、2028年度には海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だな。最上型の生みの親である三菱重工業は同型の建造途上の段階から、FFM 最上型の基本設計を踏襲してファミリー化を図る将来型多用途フリゲート。FMF フューチャーマルティミッションフリゲート構想を発表していたよ。FFMAAW の模型は今回の INDO パシフィック2023で初めて公開されたわけだけど、そのコンセプトに関しては2019年11月に千葉市の幕張メッセで開催された防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていたんだ。当時の三菱重工業は FFMAAW を構想した理由として、将来海上自衛隊が汎用護衛艦 DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに開発コストをも低減するためであると説明していて、その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではないよね。さらに三菱重工業は FMF ファミリーとして、FFM 最上型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していたぜ。防衛装備庁は、2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、最上型 FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示していて、個人的には FFMAAW や FFM の胴体短縮型も有力な輸出商品になりうるポテンシャルは十分にあると考えられると思うな。
現在の FFM は三菱重工業長崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだけど、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表したよ。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで海上防衛力の強化につながるぜ。1月25日に発表された新型 FFM 型に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造されるらしい。また、2025年度から2027年度までは2隻を超える建造を計画した場合には JMU に1隻を建造させることになっているな。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていたよ。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと防衛省は謎めいた回答をしたみたい。しかし、防衛装備庁は2022年12月に策定された防衛力整備計画2023年度2027年度で述べられた。護衛艦12隻の調達に関しては、最上型2隻と新型 FFM10 隻のことであることをはっきりと認めているな。また、防衛装備庁は防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は2022年度予算にて建造予定の、最上型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答したぜ。このことによって今後5年間のいずれかでイージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG 2隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったけど、それが否定されたことになるよね。いずれにしても海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだけど、これらのことは全てインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを我々日本国民は理解しなければならないんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。